こんにちは、土です。いつもチャンネル登録、いいねボタンありがとうございます。令和2年、今年最後かなの投稿になるかと思いますが、お付き合いください。今年はですね、そうですね、振り返るとやっぱりコロナで始まってコロナで終わるみたいな、まあ仕事の状況もそうですね。皆さんのね、お仕事はどうでした？昨年対比売上の上がってる経営者の方もおられれば、今年はコロナの影響で調子悪かったなっていう方もおられるんじゃないかと思います。で、こんなですね、まあいわゆるプラスの風じゃないですね、どちらかというとアゲンストの風、こんな中でも結果を出す人の仕事、まあ、これをテーマに今日お話しさせていただければと思います。仕事の結果を出す人、まあ、これちょっと私の経験則でお話しさせていただくと分かりやすいかなと思います。前にもちょっとお話しました、仕事の領域 What, How, Do、 あなたはどの領域で仕事をしてますかっていうお話です。でこれですね、分かりやすく解説しますと、自分はどこで仕事してるのかな、どんなことを考えて仕事してるのかなっていうので、結果が変わってくると思います。でまずこの Do です。まあ基本分かりやすく言うと指示待ちです。だこれやれって言われたことは一生懸命やりますが、自分で何が課題かとか当然考えられません。で仕事先見て仕事せよって言われると、だいたいそうですね、せいぜい8時間先ぐらい、今日終わったら何しようかなみたいな。でこれでずっと行く方もおられます。なので当然何か課題にぶち当たっても、課題をこう解決しようとか、何が問題なんだろうっていうふうに探すところまでは当然いかないと思います。で誰かがこうやってみたらって言われたらとにかくやっちゃう。なのでちょっと仕事、大きい仕事任されちゃうと、まあ、全然違うことを一生懸命やっちゃったりとか。でこの領域を極めた形が分かりやすく言うと、まあ駆け出し の, アイドルユニット、まあ、なのでまあ、この仕事やれって言われた時に慣れてきちゃうと、めんどくせえなみたいな、まあ、そんな感じの領域になります。で続きまして How ですね。まあここの領域まで行くと、まあ課題を与えられるとそれなりのクオリティで仕事をしてきますが、まあどちらかというと自分でそのまだこれ課題抽出とか、まあ打ち手の構築まではできませんので、まあ誰かがサポートするとそれなりの成果を上げてきます。ただこの領域の人に例えばマンション現場のプロジェクトリーダーを任しちゃうと、今非常にまずい状況になってるってことをずっと気づかないので、打ち手が遅れちゃうということです。で、まあ、先を見た仕事って、まあ、大体1週間先ぐらいまでの仕事は見通せるかなと思います。まあ一つの打ち手がね、効くぐらいの感じのところまでは見通せるんですけど、その先はなかなか見えないのかなと思いますし、で自分の意見、要するに課題が何だろうって自分で見つけることもできないし、打ち手を構築することができないので、要するに他人の意見にやっぱ振り回されちゃう傾向があるので、どちらかというと本来の打ち手はこうですよ、そうだよねって打ち合わせしたのにかかわらず、次の日なんか支店長にこう言われちゃったから、やっぱり意見、自分の意見変えますみたいな、まあ、要するに大勢の数に巻かれるっていうか、だからまあまあ今で言うところの、まあ、みんなマスクしてるからマスクしないとみたいな、じゃないとこう感染しちゃうみたいな感じですかね。でまあここの領域を極めた分かりやすい例でいくと、まあ自分で作詞作曲してない曲でしかヒット曲が出せない歌手みたいな感じですかね。で続きまして、まあ、最後の領域、皆さんやっぱこれを目指してもらうといいんじゃないかな。まあここはやはり自分で課題抽出もできる、まあどこまで見て仕事してますかって言ったら、まあ当然短くても1ヶ月先はどうなってんのかなとか、3ヶ月先はどうなってんのかなって、非常に優秀な経営者とかになってくると、本当に当然もう3年先4年先5年先どうなってんのかなっていうところまで見定めた上で、今課題は何なのみたいな、打ち手は何なの、何が効くのっていうのを自分の意見で実行できる方です。ここの領域に関しては、まあ、やはり会社経営されてらっしゃる方はもう大体ここですね、まあ、今自分とこの売上、来年度はどうやったら売上上がるかな、何が課題で何が打ち手でっていうのはもう自分の意見で考えれる、で自分で実行して、間違ってたらまあ修正をしてっていう思考でやることができる方ですね。ここの領域に到達するためには、まあ
まず成功体験が当然必要ですし、まあ、若いうちっていうかある程度の打撃を受けてもこう立ち上がれるくらいの年代の時に、まあ、致命的な失敗体験を積むっていうことですね。まあ、これ致命的な失敗体験ってどういうことかっていうと、もう自ら責任を持って自分の上司と言い合いになってこっちへ行きますって言って絶対成功します、自分の意見でですね裏を取って上司と違った意見でこっちでやってみたと、でそこで大失敗するみたいな、でどうしようみたいな、でそこでこうも致命的な失敗体験、それでそこから立ち直ってきた人がこの領域に行けるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、よくもう30代のうちにね、あの失敗体験はもう積んどいた方がいいよっていうのは、要するにここを目指して仕事をするっていうことですね。まあ、なので、まあ、例えば不動産の売買なんかでもそうですけど、まあ、売れてる時っていうのは、まあ、ルーの人でもハウの人でも売れるんだと思うんですけど、まあ、ちょっとこういう難しい局面というか市場がこうちょっと崩れてる時に、そんな中でも成果を上げるっていう人は少なくともこのファットの思考を持っているっていうことなんですね。なので、まあ、例えばその不動産の担当者がどこの領域で仕事してるのかなと上手にこう観察しながら、まあ、できればこのファットの、まあ、領域で仕事をやってる方に任せるっていうのが、まあ、結果を出すコツなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、分かりやすく言うと自分で作詞作曲した曲でデビューしてヒット曲をこうバンバン出すような、まあ、そんな歌手に、やっぱり仕事を頼んだ方がいいんじゃないかなというふうに思います。来年は皆さんどうでしょう。まあ、このファットの領域を目指して仕事をしてみてはいかがでしょうか。また来年お会いいたしましょう。ありがとうございます。バイバイ。不動産のバイバイ。